んにちは、平山愛子です。2人目の出産ということで、2人目の産院はどうやって選んだかというポイントについて本日はお話ししたいと思います。これからね、2人目3人目と出産される方の少しでも参考になれば嬉しく思いますので、ぜひ最後までご覧ください。私は今回2人目の出産になりますけれども、病院実はねかなり迷いました。迷った要因としては、1人目がいる中で2人目の出産となるので、例えば検診に行く時に行きやすいか、お家から近いかどうか、そして、上の子をねどう扱ってくれるか、検診に連れてっても大丈夫とか、産後もね面会をしていいのかどうか、まあ、そういうことが1人目と2人目で全然変わってくると思います。でまずねそういうことをね皆さんチェックされたらいいのかなというふうに思います。ただ、私の場合は、コロナ禍の出産で2人ともコロナ禍で生まれているベイビーになりますので、実はみんなも面会も立ち会いも何もできませんみたいな中での出産になりますので、そこはね考える必要が今回なかったです。ただ、1人目を私は帝王切開で出産をしていますので、まず私が考えたこととしてはトーラックですね。トーラックというのは、帝王切開をした、ママが、次の子供とかその後の子供を、経膣分娩で、産むというあのスタイルのことを言うと思うんですけれども、トーラックをやってる病院、トーラックをしたいかどうかっていうのはすごく考えました。でいろいろ悩んだんですけれども、泣く泣く諦めました。おそらくこれがね5年若かったらトーラックを選んでいたような気がします。で前回の出産が無痛分娩希望から、通常に切り替わって麻酔を抜いて結局無理で緊急帝王切開になっている、すごくこう体力的ダメージが大きかった印象があったので、体力に自信がなかったと言ってしまえば本当にそれまでですし、やっぱり入院して帰宅した時にベイビーだけじゃなくもう魔の2歳児がわーっとしてるとこに帰るので、ある程度こう構えて家に、ね、退院しなければならないというところでいくと、ちょっとそういう体力を使ったりドキドキというよりかは、落ち着いて産めばいいかなっていうところで泣く泣く諦めた次第になります。トーラックをやらないとなると、じゃあ前回の産院で産むか、そして新しい産院で産むかという大きく、分かれると思うんですけれども、実は私は前回の病院すごく良かったんです。で本当に至れり尽くせりで、施設もねすごく新しい病院だったので綺麗で、本当に最新設備が揃っていたこと、そして助産師さんの、ね、スキルがものすごく高かったこと、すごくいろんな知識を入院中に教えていただいたので本当に勉強にもなったし、初めてのことでしたけれども不安なく退院もできましたし、何よりご飯も美味しくて本当に優雅に時間を過ごすことができたので、前回の病院で産みたいなという気分はすごく多かったです。ただ私のお友達の中に3人お子さんがいらっしゃる、ママがいてね、1人目を普通に産みました。で2人目は里帰りをしました。3人目は無痛分娩をしましたということで、三者三様というか、3人とも違う病院で産んだというママがいるんですけれども、すごくねなんかそれぞれねすごい楽しかったしいい経験だったよって言っていたのが、頭に残っていて、なんかねちょっとなかなかできる経験ではないので、違う病院で産んでみるのもなんか自分にとってもいい経験になるのかなと思ったところがありました。ということで、すごくマイナスなイメージではなく、違う病院をね見てみようかなと思いました。であとは、前回の病院はね、全室個室だったんですけれども、お風呂が共用、お風呂がみんな一緒だったんです。でも私は痛分娩希望からの通常になって、で緊急帝王切開になったので、それなりに時間もかかりましたし、それなりに体力も消耗しましたし、傷も痛いし、そんな中でお風呂の持ち時間が30分、そこまでにもうね切ってね縫ったところが痛いのに、30分で歩いて行ってお風呂に帰っていろいろして、もう30分で戻らないといけない、
あれがね、結構痛みと時間に追われてすごく大変だった印象があるんですね。なので、別のクリニックで産んでみたいなという興味プラス、できれば個室でお風呂がついている個室がいいかなってちょっと頭をかすめたので、まあ、そんな病院を、中心にいろいろ見て回りました。で、お話を聞いて、例えばですけれども、私は産後乳腺炎にもなっているので乳腺外来がついている病院がいいかなとか、あとね、何を考えたかな、あとはやっぱり、前回の病院はあんまり母乳を推奨ではなかったんですよね。で、母子同室もそんなに推奨ではなかったんです。でも意外と私は、まあ、自然派ということもあって、できれば母子同室、そして母乳育児推薦、あとは、前回は緊急帝王切開で胎児の、お兄ちゃんの心拍がね、ちょっと乱れてしまったこともあって、すぐ保育器にね入っちゃったんですよね。なのでカンガルーケアとかね、こうなんかこうすぐ抱っこしたり触れたりとか、もうその日から同室で過ごすということが現実的に叶わなかったんです。私のところに、お兄ちゃんが来れたのは産後ね2日目ぐらいだったんですね。で、やっぱりそれから2日目からしか私は見れてないんですけれども、もう日々ね顔が変わるんです。もう生まれてきた時はもうすっごいパンパンにむくんでて、そこからこうね徐々にこうすっきりしてきて、もう毎日毎日見てて飽きないぐらいお顔がね変わるんですよね、ベイビーって。だからこそ、もうその産んだ直後から母子同室が叶うところね、カンガルーケアをさせてもらえるところ、そして私はねちょっとね、またねちょっと興味がいろいろあるので、胎盤をね見れるところあると思うんです。こうね、ちょっとインターネットで見てみてください。そういう体験ができるところ、やっぱりねいろいろあると思います。例えば私はねそういうのはちょっと無理ですけれども、 YouTuber さんだったら分娩室にカメラを持ってっていいかなとかって、なんかいろいろあると思います。私が最終的に選んだ病院は、私は帝王切開になるので手術室です。手術室だから、機材は持ち込めません。つまり、産んでここに赤ちゃんを乗せた状態で手術室での写真は撮れませんとか、やっぱり写真を撮れるって本当にね一瞬の機会だと思うんです。 SNS にアップしない、もう私はもうとてもじゃないできないです、ボロボロでね。でもそれでも あんな機会って本当に一瞬しかないので、あれを撮りたいなと思ったんですが、手術室はそれができないっていうことで、まあ、本当にそういうね小さい事実もあると思います。例えば自分の好きな音楽をかけられたりとか、自分の好きな香りにできたりとか、あとは、もう分娩、陣痛から分娩までずっと同じ部屋で過ごせるとか、もうたくさんね条件があると思うんです。だから、私はですけれども、もう最高にわがままになってみて、最高にわがままになってみて、どこを諦めるかということで皆さん選ばれたらいいんじゃないかなというふうに思いました。私はもう最高にわがままになった感じで言うと、当落ができるところ、そして、母子同室のところで、母乳推奨で生まれた直後から母子同室になれて、で胎盤を見ることができて、お家からも割と近くて通いやすくてみたいな、で、緊急帝王切開にも対応していて、帝王切開もできてという、まあ、いろいろなことを考えて、その中から何を諦めるか、今回当落を諦めてとか、そんな感じで選びました。本当に2人目以降って違うと思うんですよ。前回がどうだったか、そのやっぱり自分の気持ちですよね。出産ってやっぱり結構センシティブだと思うので、そんな時にすごくね気持ちよく産めたか、あとはちょっとした後悔が残ったか、それがねすごくあると思います。私の場合はすごく、いい産院でしたけれども、緊急
休で胎児に少し、乱れがあったことからできなかったことというのがあったので、それを全部叶えられる病院にしたいなというのがすごく気持ち的に強かったこと、あとはなるべく自然で母子同室、母乳育児っていうことに力を入れているところがいいなというふうに感じましたので、今やっぱり病院が出している情報だけでなく、どこの病院で産んだかなということで、SNS でねたくさん情報が見れると思いますので、本当に皆さん、そんなにたくさんない機会、多い方でもね10回あるかないかぐらいの、そのね出産という、時間をどうやって過ごすかっていうのは、すごくねゆっくり考えてもいいのかなと思います。ただ、やっぱり産選び時間がないです。やっぱり出産してどこの病院で産むかって限られた中で決めて、転院するならいつまでってあると思います。ですから本当にねいろいろできる限り時間を使って選んで、皆さんね本当に悔いのない出産をね迎えてほしいなというふうに思います。はい、ということで、本日は、私が、2人目の産院をどうやって選んだかなということについて、お話をさせていただきました。少しでもねこれから、2人目3人目を迎える方の、参考になれば嬉しく思います。1人目と全くね全然違うんだ、1人目の時には考えてなかったことも考えるんだということ、少しでもね分かっていただけたら嬉しく思います。ぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。